はい、どうも、ケイジです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょうということで、本日はロマンシング大激戦ということで、フォルネウスぶちのめしに行きましょうということで、昨日一日ね、一日っていうか昨日ね、ちょっとロマンシング大激戦ね、このフォルネウスとの戦いをやってたんですけど、ちょっとなかなか勝てないなと。どうしたものかと。いつものセオリーで、行かないとやっぱりダメなのかなって悩みつつ、昨日はちょっと違う動画をね、先に作って、出したんですが、今日はね、ロマンシング大激戦、もう一度再チャレンジということで、KG、やっていきたいと思いますということで、はい。で、今回はね、やっぱりね、どうしても勝ちたいんで、このフォルネウス、むちゃむちゃムカつくんで、もう強いんで、絶対にもう倒してやろうと思うんで、いつものね、セオリー通りのパーティーで、今回は行ってみたいと思います。はい。ということで、このメンバーで行きました。はい。パーティーメンバーはこれで行きました。ハロウィンキャット、温泉ジニー、前期のビューネ、それから聖王、夏リズ。このメンバーをなぜ選んだかっていうと、まあ、お分かりだと思うんですが、聖王、ね。聖王はまず勝利の歌歌います。で、ハロウィンキャットはサブミッションで腕力デバフ。次は温泉ジニーですね。あと、ビューネ。あとは西洋の歌。で、リズの夏リズ。一応夏リズは回復と水流の加護で、霊属性のダメージを特に軽減するっていうね、水流の加護、バリア、ウォールかな?ウォールを張ります。まあ、効果は2ターンなんだけど、これがうまくはまれば、おそらく、メイルストロームっていうね、霊属性の全体攻撃を、フォルネスが使ってくるので、そこにうまくはまれば、まあ、このウォール役に立つんじゃないのかなと思います。あとは回復と、アビリティに、こちらも、能力弱体3持ってます。知力の、効果大、確率中のね、知力デバフ持ってるんで、まあ、回復と攻撃当てつつ、決まれば知力も下げられるので、このデバフと勝利の歌、これでいきたいと思います。陣形はラピッドストリームです。ということで、まあ、ちょっと前置きは長くなりましたが、これで、初陣、このメンバーでちょっと行ってみたいと思います。それでは、行きましょう。さあ、じゃあ、ロマンシングね、大激戦。行きましょう。ロマンシングフォルネウス戦。まあ、1ラウンド目敵4体なんだけど、ここ全体攻撃でサクッと倒していけばね、特に問題ないんですが、そうなると次、2ラウンド目か、フォルネウスの時に BP がね、枯渇するかもしれないので、その辺ちょっとうまく立ち回らないと、ちょっと後々しんどくなるかなってとこですね。まあ、フォルネスは知力、腕力、素早さはデバフかけた方がいいので、今回、ジニー、キャット、ビューネ連れてきてます。で、ナツリズは、回復と、水流の加護を使えるようにしてます。あまりここ時間かけるとね、ダメージ本当食らってしまうんで、本当は早く倒したいんですが、やっぱ BP はちょっと置いていかないといけないので、難しいところだよね、ここは。まあ、敵のミスとか、ダメージ食らわないようにして、うまく乗り越えられたらってとこですね、ここは。ディフレクト、ナイス、ミス、OK。あと通常攻撃でちょっと BP 稼ごうか。通常音で。いけるかな?いけそうだ。かな。いけたー、なんとか、つえぽこで。さあ、こっからが本当の勝負。いきましょう。まあ、ジニーはダブル知力デバフ。キャットはサブミ。ビューネは素早さデバフの風切り。で、セオは歌う。で、リズは水流の加護で、水術のダメージ、ウォールを張る。で、あとは回復。これで、行きたいと思います。サブミッション。まあ、キャットのね、アビリティ、能力弱体が出てくれるとかなり戦いやすくなるね。さあ、勝利の歌。で、一応ここは推理の過去から行きたい。メールストロームの前にウォール張ってほしい。OK、ウォール張れた。メールストローム打ってこいよ、どうせなら。ぶちかましとかやめてほしい。OK、どれぐらいカバーできる?推理の過去。あ、でも結構防いだね。西洋の歌も聴いてる。うおっと、いきなりファングクラッシュ。でかすぎる。なんだそのダメージは。勝利の歌。生命の水。キャットがいないとサブミッションが。腕力デバフが今1枚落ちてる。知力下がってない。厳しいな。そこはしっかり下げてほしいな。素早さ下げたミス。
踏みつけもミスいけるか、ミスオッケー。この調子。あとはキャットの能力弱体とサブミッションの腕力デバフに期待したい。オーバードライブは使っていこうか。勝利の歌。そうだね。そうだね。ここで BB 無駄に使うと回復ができなくなるからやめとこう、ここは。まあ本当はね、オーバードライブ貯めて連携でいきたいんだけど、まあ、削れるうちに削っておきたいので、腕力と知力下げたキャット。お、知力ダブルデバフ入った。メイルストロームどうだ？防げるか？ミス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 。ゴミス。ゴミスだけど、炭食らった。さあ、サブミッション。秋風流し、風切り。いい感じできてる。勝利の風。そうだね。今のところ、ジニー、どうだろうな。移動ブレイク。麻痺しないかな。混乱か。混乱はしないな。ああ、難しいね。ここで攻撃すると3の6の、アイシクルシュートぐらい。どうだろうね。あんまり効かないから、無駄に攻撃してもあれだな。迷うところ。移動ブレイクぐらいちょっと使っておこうか。さあ、勝利の歌。気風流し、知力ダブルデバフ。移動ブレイク、知力下げる。サブミッション、腕力下げる。風切り素早さ下げる。効いてる効いてる。ミス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 。ミス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 。カウンターも入れる。これはいけるんじゃないか。もう完全にフォルネウスは我が手中に落ちた感じ。この調子でいこう。オーバードライブ。そうだね。まだ溜まりそうにないし、ここは単発でもオーバードライブいこう。オーバードライブ、サブミッション。秋風流し、風切り、勝利の歌。で、移動ブレイクも、ここは、アビリティで下げるのかな？夏リズ。アビリティ。能力弱体で知力下げる。効果大。あ、いいね。いいの持ってる、リズ。じゃあこれでいこう。オーバードライブ連携の移動ブレイク。これで知力下げてくれ、効果大。なると、フォルネウスはもう、幼虫同然、腕力下げる。移動ブレイク、知力下げた。勝利の歌、歌う。風切り、素早さ下げる。秋風、知力下げる。シングルだったね、今ね。まあでも十分じゃないかな、もう。ゴミス。スミス、あ、スミはミスしない。ファンククラッシュやばい。ビューで、おーっと、リズ耐えた。実況、本当に実況してる。さあ、サブミッション、秋風、風切り、勝利。さあ、ここからはそうだね。回復役に徹した方がいいかな、そろそろ。まあ、リズの能力弱体ね。知力下げ、効果大っていうのもかなり効くと思うんで、攻撃もちょっとはさせた方がいいね。攻撃命中時に対してのアビリティですからね、能力弱体は。落雷ミス。スミ、スミだけなんか食らうな。ムカつくけど。スミ食らうな。さあ、HP。まだ 60% ぐらい残ってる。さあ、ここでサブミが使えない。猫の爪は BP3 回復する。秋風流し BP2 がかなり有能。風切り。勝利の歌。回復はまだいける。ここで BP 使うとしんどいな。そうだな。まあ、移動ブレイク。知力下げてくれたらありがたい。炭って、術になるのかな？関節術だと知力デバフも効いてくるはず。素早さ下げる。移動ブレイク。知力下がらない。メールストローム。防げるか。オッケー、完全に防いでる。炭は食らう。492。ハングクラッシュ。何3連続で攻撃してるんだ、こいつ。さあ、サブミッション。秋風ドライブ。風切りドライブ。歌う。さあ、生命。そうだな。ジニー。まずジニー行こう。リュネはディフレクトがある。幻影があるから、なんとかいけそう。12000。知力下げる。素早さ下げる。さあ、50% 切ったフォルネウス。今回は調子がいい。KG 今回ちょっとだいぶ手こずってるんで、何度もやり直して、今このメンバーになったかな、結局は。で、このメンバーではウィジン、一応。初めての挑戦。猫の爪、秋風流し、風切り、勝利の歌、生命、ビューネ回復しておこう。まあでもどうしてもね、やっぱりラピッドストリーム、西洋に歌わす、あとはデバフっていういつもの流れになってくるのが、なんか、そうだな、なんかもうちょっと、ね、せっかくいろんなキャラクターあるから、いろんな戦い方したいんだけど、まあどうしてもこういう強いボスになると、こういう手法、戦法になってしまうのかなっていうのがなんかもう一ひねりあってもなーとは、ちょっと最近思うかな。なんかいつもだいたいね、こういう流れになってくるので、まあまあ、しょうがないんだけど、まあそれも全然ね、悪いわけじゃないし、そういう戦い方がまあ王道ですからね。まあ時間はかかるけれども、まあ、討伐、ね、達成目的のために、しょうがない道、危ない、落雷、リズは狙わないでほしい。まあでも完全にもうデバフ効きまくってるんじゃないのかな。まあでも、だんだんと効果がね、薄れていくので、かけ続けていきましょう、ここは。さあ、ここで、オーバードライブ、連携でいきたいし、ここちょっとそうだな。通常攻撃ぐらいで BP を一回貯めようかな。知力下げる、猫の爪でも下げた。さあ、さらに知力下げる、ジニー。さあ、まだリズム知力下げて、素早さビューネ下げた。これは完全に防いだでしょ。もうこれは勝ちが見えたも同然。おっと、危ない。あ、ファングクラッシュも、さっきは1000何歩だったけど、今回は113まで抑えましたね。ありがたい。さあ、じゃあ、オーバードライブサブミッション。秋風流し、風切り。
さあ歌えない。でここでオーバードライブの移動ブレイク連携させましょう。これ結構削れるんじゃないですかね。サブミッション24000、移動ブレイク8100、知力下がらなかった。移動ブレイクが全然刺さらなかったね。さあダブル知力デバフ下げた、素早さも下げた。踏みつけミス、完全に完封。これは完封勝利だ。なんとかいけましたね、これで。さあ、猫の爪、秋風流し、風切り、最後までね、最後までずっと同じ攻撃。同じパターン。ブレない。倒すのが目的。泥臭くてもいい。勝つんだ。さあ、あーっと一撃で落ちるところ残った。さあ、でも誰も、一度も、死に伏せることなく、クリアできそうですね。オーバードライブでいきましょう。最後は、カラスとウサギ。オーバードライブ。高速ナブラ。で、行きましょうか。最後はね。オーバードライブ連携。2連携で、ジニーとビューネ、頑張ってくれました。さあ、最後決めちゃってください。28000、高速ナブラ、42000。ということで、大激戦ね、ロマンシング、フォルネース、討伐、成功となりました。なんとかこのメンバー紹介、初陣でいけました。まあでも大変でした。ここにたどり着くまで結構ね、いろいろ試してみたんですよね、ほんと。まあ、こういうラピッドストリームで、知力腕力、素早さ、デバフ、あと西洋の歌、以外でね、以外でなんかせっかくいっぱいねキャラクターも増えたし、もっと使って、勝ちたかったんだけど、まあやはりちょっとね、勝てなかった悩んでたんですが、結局ここに落ち着いてしまいましたけど、まあ一応攻略できましたので、良ければ参考にしてほしいかなと思います。やっぱりね、腕力と知力と素早さかは下げないと、結構ね、やっぱフォルネース強いんですよ。全体攻撃のぶちかまし、まああと術のメールストロームとか、あとファングクラッシュのね、単体物理攻撃、かなりきつい攻撃来るので、回復が追いつかないことがあるので、こうやってデバフで向こうの攻撃を封じて、こっちもラピッドストリーム、西洋の歌などで、いけば、まあ、ミスね、避けやすくなってダメージも食らわないっていうことが、可能になってくるので、回復薬も、まあ、リズ、今回ね、夏リズ1枚でも、なんとかいけたかなっていう感じですね。なのでね、よければちょっと参考にして、頑張って討伐してほしいなと思います。僕も、正直、これ何回も何回も、やり直しました。全然勝てなかったんですよね、昨日は。で、今回、またね、今日、再度、チャレンジしたいと思ってね、このメンバー選んでやってみたら、まあ、なんとかいけたので、本当にね、皆さんも、討伐してほしいなと思います。はい、ということでね、今回ロマンシング大激戦、見事フォルネースをぶち倒してやりましたということで、よかったらね、皆さんも参考にしてくださいということで、今回の動画は以上になります。ぜひ皆さんも倒してくださいね、頑張ってくださいということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、こちらのゲームでした。